トランプ政権米国企業の中国からの会帰を歓迎内モンゴルの校長が辞職後自殺 CCTV はモンゴル族キャスター起用中京企業全世界240万人の VIP データベースを作成中国不動産価格が下落各位观众大家好今日は9月15日新会議 14日は香港政府が推し進めている全民検測計画の最終日でした正午12時まで香港の人口約23%にあたる173万人が検査を受けサンプルを採集されました元香港州市秘書長の江志法氏はこのほどフェイスブックの投稿で全民検測が失敗で終わることは予想したが 政府は明らかに諦めず、引き続きウイルス感染を口実に社会を監視し、健康高度は香港人の次なる戦場となるだろうと示しました。全民検索は中共に支援され、政府が押し付け、中国企業が受け負い業者となっています。しかし、検査人数は政府が最初体現相互した300万の目標とはかけ離れました。 東方日報は一面で政府を非難しました政府は1億6 0 0 0万香港ドルを燃やしたが無所得だ検査人数が少ないし進度も遅い日数を延長して目標に達するしかないと指摘しました次のニュースです中共による内モンゴルの人々への弾圧が続いています アップルデイリーの報道によると内モンゴル自治区赤宝市の共産主義青年団恩ドキ委員会は13日1対1奨励法を実施すると告知しました現地の2つの中学校と6つの小学校の学生は授業ボイコット中の同級生を1人学校に連れ戻すことができれば直ちに200元を獲得することができます 一方、関方氏大板鎮は強制的な措置を取りました。大番第一中学校は同中学校の学生に13日正午までに学校に戻るよう WeChat で緊急告知を行い決まった時間まで戻らなかった学生を全員除籍するとしました9月13日あるネットユーザーが明かした情報によるとエレンホト氏モンゴル族中学校の女性校長のウラン氏が 同日の午後自自宅で自殺したと言いますネット上の情報によるとウラン氏は授業をボイコットした学生の除籍を求める当局の指示に従わなかったため上司から圧力を受けて辞職し自殺したといいます9月4日にはアルシャーメイのモンゴル族公務員のソジナ氏が転落して死亡死をもって抗議しました中共が内モンゴルの人々を強く取り締まる中 たった2週間ですでに自殺事件が5件発生しさらに多くのモンゴル族の怒りを巻き起こしていますまたツイッター上の情報によると中共は緊急告知を行いモンゴル族の子供たちを3日以内に学校に通わせなければ地方政府職員の責任を問い審査するとし校長や教師は不合格となり昇進を3年間取り消し生徒の親を処罰し 生徒を除籍し牧畜民の場合貸し付けを停止し低所得者や障害者の場合最低生活保障を取り消すとしましたまた敏感な時期に CCTV の番組新聞連覇の女性キャスターがモンゴル族の女性法行法に交代され世間の注目を集めています 9月12日夜モンゴル族の女性キャスターホウ・ギョウホウが初めて男性キャスターのゴウ・キョウと一緒に CCTV の番組「新聞連覇」に姿を見せました敏感な時期にキャスターを交代したことに対しネットユーザーからは「中国語学習に最適なモデル」と評されましたまた「政治闘争の手法だ」「最前線に一人の女性を押し出したのか」「恥ずべきことだ」と批判するネットユーザーもいました 次のニュースです台湾の自由時報の報道によると中共がよく提言しているいわゆる台湾独立香港独立モンゴル独立チベット独立新疆独立など5つの独立はすでに習近平総書記にとって最も厄介な難題となりました報道によると習総書記は就任以来絶えず大事をなそうとし国際的に一帯一路を推進し覇権を拡大しようとしましたが 国内外の至る所で火をつけてししままいました香港に対して中英共同声明を破り台湾に対して一国二制度を推し進め新疆に対してテロ対策名義でいわゆる再教育を施し内モンゴルに対して全面的に勘化を施しモンゴル語教育を消滅しようとしチベット独立を恐れチベット族に対する支配を強化しました。 分析によると中共こそ全ての騒動の根本原因でありいわゆる5つの独立問題は全て中共が数十年にわたって違法捜査を続けてきた結果だといいます現在米国の領党欧州連合オーストラリアインドなど多くの国が中共に対する政策において共通の認識を持っていますつまり強硬路線をとり自由と民主主義の価値観を守り 国家の主権と利益を守ることです欧州もますます強硬になっており再び中共に惑わされなくなり欧米が形成した巨大な網は現在中共に対して一歩一歩締め付けており州総書記の危機はすでにカウントダウンの段階に入ってきました次のニュースです中国本土の武装漁船が東沙諸島を包囲し解放軍が諸島を略奪するのではないかと言われています 台湾の蔡英文総統は13日4日間の軍事訓練を行った両岸事務兵衛の閉幕式に出席し東シナ海と南シナ海の主権問題を持ち出しすでに一触即発になっていると発言しました最近中共解放軍の戦闘機は台湾を巡航し海上では大規模な軍事演習を行いこれらの行動が止まったことはありません さらに台湾国防部は今年度の中国軍事力報告書を引用し解放軍は台湾に侵攻する能力はないが諸島を略奪する能力はある島の略奪演習の目標は東沙諸島だと指摘しました台湾民進党立法委員の王帝愚氏はテレビ番組で東沙諸島は9日から中国の海上民兵戦に包囲されていると述べました これを受け台湾海巡署は緊急に報道は事実ではない貨物船らしき船が危害を与えずに航行したが包囲したという状況はないと返答しました報道によると台湾戦略学会研究員の蘇志恩氏は台湾の離島は攻めやすく守りがたい中共が台湾に手を出せば部分的な戦いには勝つが全体的な戦いには負ける 中共がもしこのような軍事行動を取るならとても頭が悪いなぜならアメリカやその連盟国が台湾防衛システムを発動し台湾防衛を重要な議題に入れるからだと示しました次のニュースです中共企業は全世界の著名人240万人のデータベースを収集し監視しています 14日複数の外国メディアが報道したところによると中共軍側に代わって間違った情報を拡散している新センの企業進化データベース科学技術者は各国の政治関係者や官僚商人および彼らの家族を含めた全世界で影響力を持つ240万人を対象としたデータベースをすでに設立していますイギリスの大手一般新聞ガーディアンのアナリストは データベースの大部分はソーシャルメディアのファイルなどの公開情報から収集され出来上がったものでそれを再び進化データベースが編集しますイギリスのボリス・ジョンソン首相やオーストラリアのスコット・モリソン首相および彼らの親戚や王室のメンバーさらには有名人や軍の将校もこのデータベースの中に含まれています ウェブ2.0を共同で創設したロバート・ポッター氏は進化データベースのやり方は中共政権が監視範囲を世界にまで拡大する計画が反映されていると指摘していますオーストラリアの金融評論士も進化データベースは中共軍側と中共の業務を請け負っていると報じました関わる業務としてソーシャルメディアで事実でない情報を拡散したり 混合戦と称して民意に干渉したりビッグデータを利用して中華民族の偉大な復興を達成しようとしています現在進化データベースのホームページは削除されました次のニュースですトランプ政府はアメリカ企業が中国から戻ることを両腕を広げて歓迎しています 9月11日ホワイトハウスのラリー・クドロー国家経済委員長はトランプ政府はアメリカの製造業の活性化と雇用の回復を支援するために金融や信用貸付の措置を実施すると示しましたアメリカ輸出入銀行のオンライン年次総会でクドロー氏は「聖書に出てくる改心したドラ息子のようなもので知っての通り我々はドラ息子に帰ってきてほしい」と語りました 我々は両腕を広げて家出したドラムスコを迎え入れる。我々は物資や励ましをできる限り与えるとも示しました。最後に中国本土の経済状況です。北京の隣、天津では最近住宅価格が下落傾向です。中国本土の金融メディア中心経緯は9月10日、天津市の新築住宅価格が2017年のピーク時から大幅に下落していると報じました。 業者のふんぶんさんは2017年と比較して都市部の住宅価格は1平方メートルあたり平均5,000元約7万7,000円下落していると述べました不動産取引プラットフォームのデータを調査したところ天津市某区の中古住宅の現在の価格は2万3,000元平方メートルから2万6,000元平方メートルの間がほとんどで そのうち2つはここ2週間で合計72万元約1000万円も下落していることが分かりました大陸の不動産業を研究する貝殻研究所は2017年の天津市の中古住宅取引件数は2016年に比べて57%減2019年も2018年に比べて11%減となった 今年の年間取引件数は昨年とほぼ同数となる見込みだ2020年に取引される中古住宅の平均価格は2017年と比較して9%の下落となっていると示しました今月、疫情最前線就到此為止、追求心、走行、大事、国外、消費、消費增援、绝对不会放棄、我们已经守需要大家、大学、支持、更加需要大家、訂閱、我的三門、おい、ゼ a ク、ハッチ、追悼大学、